3番人気は4番スーパークリーム。ついに大舞台の幕がスタート。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはセイルンスカイ、メジロマックイーン、4番スーパークリーク。現在最高峰は1番人気のウォッカ。この状況どう見ますか？4番スーパークリーク、落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。花を奪っていったのはセイウンスカイ。続きましたメジロマックイーン、早くも激しい競り合い。3番手にはスペシャルウィーク、4番手4番スーパークリーク。そしてその後ろから行くのはジンボリルドルフ。第1コーナー回って第2コーナー、セイウンスカイ会場に飛ばして行きます。ウォッカレースが速い。先頭セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。続いてスペシャルウィーク、メジロマックイーン、3番手4番スーパークリーク、4番手ジンボリルドルフ、5番手その後ろから3番スーパークリーク、後からエルコンドルパスター、外マスカネ服来た。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。順位を振り返っていきます。先頭は依然セイウンスカイ、2馬身リード。2馬身離れてメジロマックイーン、あとはスペシャルウィーク、それを見るようにジンボリルドルフ。5番手には4番スーパークリーク、少し離れて3番スーパークリーク、その後ろエルコンドルパスター、そしてその後方にはマツカネ服来た。1馬身離れてウォッカ、意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、依然としてセイウンスカイ、2番手に外からスペシャルウィーク、第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。じりじり詰めるスペシャルウィーク、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げていくセイウンスカイ。さあこれから坂、二川の舞台はこれから坂がある。ウォッカ並んできた、ウォッカ行った、ウォッカ見事なごぼう抜きを見せる。残り200、ウォッカ勢いよく上がってくるぞ。ウォッカここで抜け出した、ウォッカ足色は衰えない。二番手争いはメジロマックイーン、マツカネ服来たる、お見事ウォッカ、着差異常の強さを見せた、見事な勝利です。優勝はウォッカ、優俊たるその走りでレオハイを見事に制しました。2着はメジロマックイーン、3着はマツカネ服来たる。